なんや朝からその辛気臭い顔は嫁さんにでも逃げられたんか、それともなんや指揮所とでも起こし悪いけど、ここうるさいいや、あれ、串カツでしょ、だって小さい串カツやから、うん、これ50円ですよ、ハンバーグとできへん50円の串カツだな、はい、え、うまい料理家の元気さんが言うねんから間違いない。5つ星は元気ミシュランとしては5つ星の4.5。え、もうどんな行く50円で、うん、すごい。今はい、あのね、うん、ガーリックがあっさりそうあっさり、はい、犬が新世界での料理って言っても色的にはなんか揚げられんのかなっていうような雰囲気。いやいやいや、でも油はええから。あ、ほんで、はい、あんまり黄色くなる、茶色くなる。はい、なおちゃんどう？ええ感じ。おいしい。いいこれ。いいもんだよな。はい、優しい。あ、そう。旬の感じでもおいしい。油がいいんですよ。あ、そうですね。うん。黒かったこんなん。なれへん。なれへん。そう。わかるわかる。あの、なんていうの、普通の漢方薬みたいな、体に、漢方薬が低下でね、ダメージないような、副作用がない味、自然に染みて、平らなのにも入っていきそうな味っていうか、漢方薬はなんかな、うん、ね、言うたら、全然自然に近い、そうですか。これも美味しいですよ。ソースは2種類あるんでしょうね。こっちと、これは醤油かな。醤油かな、醤油でしょ。醤油でしょ。逆転のソース、なんか新入れ物もええね。いいよ。新世界は味濃いってイメージあるけど、合うよね。いただきます。結構美味しい。こう欲しい。うん。それうまい。あれ、漢方薬だろ。そんなことない。ちゃんと。でも油使わない。でしょ？うん。さっぱりらしい油をそのまま使ってみたら、入れ替え常にやるかなって。ラード入ってる。うん？ラードが。ああ、わかりますか。で、新世界の串カツって、うん、これも油じゃないですか。そんなイメージあるの。はい、ポン酢焼き。ポン酢焼き。これ、普通に言うな。あ、この油は新鮮やん。なんてことか。ラード入ってるやろ。ほら見て。ほら見て。すごい。さすが料理研究家。油も全部ある。こうある。ガソリンからこういうから全部ある。なるほど。あ、そうだ。そう、そうですね。そうなんですね。来ました、トンペ焼き。やっぱりマヨネーズとかやからってみんなこう、やっぱりデザインだな。ねえ。ね、結構ボリュームありますよ。これでいくら？トンペ焼きはいくらかな？200円、これで。安っ。これも、これ、カムニアカレーぐらい安いよね。これ絶対さっきのカンボジアのお兄さんライバル心もやるぞ、ね、これもオーダーしますよ。これもオーダーしますよ。うまい。見えますか。少しの数ほどコンテ焼きありますけど、どうですか。あ、ほんね、うん、中身もやるそうよ、これだいいです。これ食感が違う。いいね。この多いから味がついてるから。はいはいはい。さて、これどのひらぐらい。うん、しっかりしてます。上上というものは、このソースとかひらぐらいの。もう、こういった焼きの味ですね。へぇー。そんなまでわかる。はい。カマクジラ味がついてる。もう、74,000種類の味覚かき分けでございます。そうですよ。下がいい。何で今日なのか。下がいいなのか。うん、どれが美味しい。これ、もやし、キャベツ入ったかな。もやしだけ、なんかさ、サチだけつけて、サチがつけて、キャベツもあるんやけど、そこがふわっとこう入ってて、でもやっぱり言うけども、どんどん料理やってもできんじゃできん。やっぱりゆうちゃんが料理うまいんちゃうかなと思います。あ、ゆうちゃん、おー、きれい、きれい、はいはい、きれい。これはいいな。うまい。これでそば入っとったら面白いよ。うん。
一生これ購入なんですよね、これはうまいよ、ラムル200円。